吉浦駅は、広島県呉市、吉浦本町一丁目にある、西日本旅客鉄道呉線の駅。駅番号は、JRY12。1924年都市計画図改札口ホーム端式、島式2面2線のホームを持つ、地上駅。駅舎は、呉方面行きホーム側にあり、広島方面行きホームへは、古戦橋で連絡している。 クレ駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅。緑の窓口が設置されている。駅スタンプは、伝統、ガに祭りの駅。単式ホームと島式ホームの間に一番線があり、島式ホームの外側が二番線となっているため、一番線は、単式ホーム側、島式ホーム側どちらでも乗降できる構造になっている。 しかし、上高には、駅舎側の単式ホームを使用していることから、使用されていない島式ホーム側には2012年に、柵が設置された。2番線の外側には、保線車両留置用の側線が一線ある。現在はこの側線の呉方面側には、車止めが設置されているが、かつては呉方面側で2番線に合流していた。また、 この側線の外側は現在は駐車場になっているが、かつては貨物用側線が複数あり、当駅の南西に位置する海上自衛隊クレ増収補給所所有所までの専用線も存在した。この専用線は当駅での貨物扱いが廃止された後台部分が撤去されたが、その後も長らく駅構内から西に少し進んだ草村まで専用線に対する出発信号機ともども、 撤去されずに残されていた。また2番線ホームには2番線の出発信号機に対する出発反応標識と専用線の出発信号機に対する出発反応標識とが並んで設置されていた。現在は専用線、出発信号機のどちらも完全に撤去されており、駅西側の小さな川を渡る橋梁のみ残っている。駅西側にある幅の狭い。 吉浦西踏切の対抗する遮断機までの距離が長いのはこの専用線があった名残である。便所は改札内外から利用でき、改札外は男女別、改札内は男女共用で、いずれも組取式であったが2011年6月に男女別の推薦式に改築された。よって改札外からは利用できず、改札内のみからの利用となる。統計書によると、 1>, 1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。